皆さんこんにちは、ひなたです。こんにちは、小春です。今回はユニクロの1月7日の期間限定情報を紹介します。それでは行ってみましょう。突然ですが皆さん、冬の落ち着いた色の無難なコーデにそろそろ飽きてきていませんか？新しい年は新しいコーデで気分を上げていきたいですよね。そんな皆さんのために今回からカラーコーディネートを用意しました。プロ直伝の配色で皆さんの色選びをバッチリサポートします。今回のメニューです。レディースは紙ジーンズとして人気のペグトップハイライズジーンズがリアルの店舗では初めてのセールです。レディースアイテムをランキング形式で紹介します。まず第3位はクストラファインメリノクルーネックセーター長袖1990円。詳しいサイズは雪丈は普通です。評価のポイントはこちら。サイズ、ニット、着心地。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。家で、アキさんはストレッチフリースパンツのカラーと相性が良いようです。ファッションのテイストごとに配色のアイデアをまとめました。このアイテムはエレガントに着こなせるアイテムが多いようです。第2位はクマのプーさんコレクションラウンジセット長袖、価格は1990円。評価のポイントはこちら。サイズ、着心地、ウエスト。そして第1位はペグトップハイライズジーンズ丈標準 68cm、 価格は2990円。詳しいサイズは渡り幅は普通です。股上は少し深めです。裾幅は足首に向けて程よく細めです。評価のポイントはこちら。サイズ、ウエスト、シルエット。パーソナルカラーごとの似合うカラーはこちらです。パーソナルカラーを取り入れたシンプルコーデの色の組み合わせです。イエベ、ハルさんはリブハイネックティのカラーが良いようです。ブルデ、ナツさんはブルデ、冬のカラーを参考に明るめを選べば似合うと思います。メンズアイテムのランキングです。まず第3位はウルトラライトダウンジャケット 3D カット、お値段は4990円。詳しいサイズは、評価のポイントはこちら。サイズ、ダウン、インナー。第2位はEGY ウルトラストレッチジーンズ2990円。詳しいサイズは渡り幅は少し狭いです。股上は普通です。裾幅は足首に向けて程よく細めです。そして第1位はソシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーター、お値段は1990円。詳しいサイズは、評価のポイントはこちら。サイズ、ゆとり、安い。男女兼用アイテムをランキング形式で紹介します。まず第3位は EGY ウルトラストレッチジーンズスリムフィット丈標準76から79cm、 2990円。詳しいサイズは渡り幅は少し狭いです。股上は普通です。裾幅は足首に向けて程よく細めです。評価のポイントはこちら。ストレッチ、サイズ、ジーンズ。第2位はEGY ジーンズスリムフィット
丈標準76から79センチメートル、お値段は2990円。詳しいサイズは、渡り幅は少し狭いです。股上は普通です。裾幅は足首に向けて程よく細めです。どうかのポイントはこちら、サイズ、ジーンズ、シルエット。そして第1位は、ポシャブルストレッチミラノリブクルーネックセーター、1990円。詳しいサイズは、評価のポイントはこちら、サイズ、ニット、セーター。肌の魅力を引き出せるカラーはこちら。このアイテムを使ったシンプルコーデの色の組み合わせを紹介します。イエベ・ハルさんはヒートテックエクストラボームボアレギンズのカラーが良いようです。動画の概要欄からリンクをタップするとパーソナルカラーなどを見ることができます。今回の袋とじキーワードはこちら。今日のコーデガチャは、はい、いいのが出ましたか。ユニクロペグトップハイライズジーンズ、丈標準68cmと GU コーデュロイシャツワンピース、長袖 RS プラス X ですね。なんとレリースのアイテム一覧1ページ目です。レリースのアイテム一覧2ページ目です。レリースのアイテム一覧3ページ目です。レリースのアイテム一覧4ページ目です。レンズのアイテム一覧1ページ目です。レンズのアイテム一覧2ページ目です。男女兼用のアイテム一覧1ページ目です。キッズのアイテム一覧1ページ目です。ベビーのアイテム一覧1ページ目です。ベビーのアイテム一覧2ページ目です。ベビーのアイテム一覧3ページ目です。ベビーのアイテム一覧4ページ目です。週刊番組表です。ユニクロ、GU、しまむらなどの新作情報や値下げ情報をお届けします。週末には SNS のトレンドをまとめたニュースもお届けします。以上、今回はユニクロの期間限定情報を紹介しました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部のひなたでした。またね。この動画はユニクロ、GU、しまむら、ハウツー、レビューをテーマにお届けしました。